ほんまってね、思って、その日取材に行ったんですけれども、まあね、まあ、交渉中ということで、今日リリース出ますということをね、お伺いしまして、その日の夜、リリースが出ました。フォワード、メッシの亮太郎選手がマンチェスターシティ FC へ完全移籍ということでございます。まあちょっとね驚きました。もう今年大ブレイクね。もうこれから、まあ、宇佐美選手が帰ってきてもここで、ね、あのレギュラーを取れば、ね、来年は東京オリンピックそして代表の道もあるんじゃないかなと思ってただけにね、え、まあ、本人もすごい決断やったと思いますし、チームとしてもね、もう離流はしたけれどもマンチェスターシティから来たやつを断れへんですよね。やっぱ本人としてもね夢ありますしね。いや本当に驚きました。まあ私といたしましてはね、前節ね、神戸戦、アウェー神戸戦の後、まあ、メッシの選手が投入されて、まあ、本人の悔しい思いを単独でいくことができたと、ね、まあ、やっぱり自分でも持ちすぎたかもしれへんし決めきれへんかったのはほんまに悔しかったし次頑張ると、ね、言ってました。で6日に、井出口選手が合流するということで私もこう取材に行きまして井出口選手の方を、ね、取材をしていろんな選手聞いて、でメッシの選手はこう行かれるときに聞きたいなと思ったんですけども先輩女性記者がこう一人ついてはったっていうのと、まあ、この間単独で思いも聞けたしまた今週聞けたらなと思ったんですけども、まあ、そこからの取材でなんかメッシの選手、まあ、非公開なんで分からなかったんですけどメッシの選手捕まえられへんかったなと漠然と思ってた言ってたんですね。もう本当にね寂しいですけどね、まあ、本当にまあねマンチェスターシティで出れるっていうわけじゃなくまたこうそこからということになってくると思うんですけれどもね、まあケイト選手とかねリツ選手がこう活躍するのを見るとまあその行ったまた先々でねまた亮太郎選手もしっかりと輝いてくれればと思います。できればねもうちょっと頑張ってみたかったですけどもね、今回もね絶対亮太郎選手の力いったと思いますね。サンフレッチェ戦ねはあ、言うともしゃあないですからね、まあ、ちょっとこれから頑張ってまいりましょう。さて今日のガンバイズム2019なんですけれどもまずは8月10日に行われましたサンフレッチェ広島戦の後のね、監督選手の皆さんのインタビューをお届けしたいと思います。まあもうガンバはもうねしっかりとサンフレッチェの対策そして自分たちがしっかりした守備からね、攻撃にっていうところが効いてました。もう前半なんかほとんど押し込んであとは入れるだけっていうところだったんですけどもまあサンフレッチェの守備が固くてこじ開けられませんでしたね。あそこで1点入っとけばっていうのがたられ場になるんですけれどもで後半ねまあまた攻め際やって、まあ、サンフレッチェもちゃんとこう修正してきましてね、まあ、そんな中まあお互い選手交代をしましてね探り合ってっていうところでございましたけれども、まあ、ガンバは井出口選手なんかも投入してっていうところでしたが最後の最後89分にね倉田修選手が小野選手のこぼれ球をニアサイドに蹴り込んで見事なゴールね勝ったーと思ってましたらねアディショナルタイム4分もあってその2分の時にサンフレッチェ広島のレアンドロ・ペレイラが右クロスをねヘディングで決め寄りましたわ、ね、まあいろんな思いがあってこう錯綜してねもう勝って矢島選手もね勝ってしまったと思った選手がいたとかねやっぱりこうディフェンス陣の東口選手がもう不用意でそんなことしなくてよかったいろんな思いが錯綜した、ね、ゲームでございました。まあもうちょっとで勝ち点3やったのにといったゲームでございました。はいね、ちょっとじゃあ皆さんとまた振り返っていきたいと思うんですがまずは宮本監督の監督会見からお聞きください。我々は、6月に練習試合をした映像もありましたし広島とそんな中で、対広島というところでどういったところでボールを奪いに行くのかスペースを突くのかというようなところをフォアコースやってきたところはたくさん出たと思いますし、ボールを握る展開になった時の、まあ、質というか相手のペナルティーが近くに行った時の工夫であったりアイデアというところが少し足りなくて得点につながらなかったのかなという
思いますね。あの、まあ、後半も途中までなんとかもぎ取った点を守り切るというか勝ち切りたかった試合ですけれど、まあ、ポジティブなところもたくさんあった試合だと思うので、まあ、アデにしても田橋にしても、そのゴール前で、ゴールゲッターというかゴールの枠の中に入っていくようなタイプの選手ではないので、まあ、その他の選手がそのスペースついたりとかっていうところは期待しましたけど、まあ、そこは前半確かに人がいなかったなというふうに思います。で、後半は少しみんなそこを意識して、ハーフタイムでみんなで話をした中で、誰かそこにクロスが入りそうなシーンではそこで詰めるというようなところも見られたかなと。まあ、ディフェンスラインがあまり下がらないように前からプレッシャーに行くようにというのはお互い声をかけていましたし、得点してからも。ただやはり相手が入れてきたボールをもう少しうまく処理できたり、2点目を狙う必要がないシーンでアドバンテージになりましたけど、あそこで試合を終わって止めるとかいうような冷静さが今少しチームに欠けているなというふうに思います。そういったところが整理されてくればしっかりと勝ち切るゲームができるんじゃないかなと。まあ、本当にね、あのボールをしっかり握ってね、あの前半相手投手だけにもういいところもたくさん出た、ね、ゲームだったと思うので、なんとか結果が欲しかったですよね。まあね、あの前線として出ましたこう宇佐美貴史選手なんですけどもね、試合前にはやっぱりこう自分が前目に使ってもらってるのでね、あの違いを見せたい、ね、得点したいと言ってくれたんですけどもね、また次の試合にね期待していきたいと思います。さて、倉田修選手、この日は2試合連続ゴールとなりましたね。決勝といいますか、こうね、勝利につながるっていうか、勝利を決める点と思ったんですけれどもね、残念な展開となりました。倉田修選手のこの日のインタビューをお聞きください。まあね、勝ちたかった、またやってしまったって感じですね。なんかゴールシーンっていうのは一回聞くかですか。いや、まあ俺からコウスケに採点した時に1対1だったんで、うん、まあ、コウスケ あそこはドリブルのシュート得意なんで、まあ、シュートはいくかなと思って、あとはキーパーが弾いてくれっていう思いで、うん、走り込んだら本当に、まあ、自分の目の前に落ちてきたんで、まあ、あとは蹴り込むだけでした。まあね、これで2試合でも勝ったら最高なんですけど、まあ、けど自分的には取れてることはいいことなんで、まあ、あとはチームでいかにやっぱ点取った後の持っていかれは、まあ、今年は特に良くないんで、まあ、もうちょっと考えるっていうか、なんないね、まあ、原因は多分いっぱいある、誰のせいでもないと思うんですけど、いっぱいあると思うんで、まあ、それを突き詰めていきたいですけどね。シューが取ってからの残り時間というのはどんな感じだったんですか、プレーされてて。いや、まあどうだろうね、うん、まあロスタイムやったんで、まあ、しっかり、まあ、守りきるじゃないけど、うん、セーフティーにプレーしようっていうのは時間使ってっていうのは、まあ、みんな思ってたと思うんですけど、うん、まあ何すかね、よくわかんないです、これあれで入るのは。しっかり改善して、まあ他の時間帯は本当にみんな体張ってシュートのトーンブロックできたり、まあ、守備も、まあ、先の試合の中では相当内容もいい試合だったんで、ね、うん、最後に一発やれる、うん、正直ちょっとしんどいところもありますけど、まあ、けどポジティブなところを見れば、まあ、広島、まあ、今日に限って圧倒できたと思うんで、まあ、それをポジティブとしてしっかり続けていきたいですけどね。特に前半本当に圧倒して頑張らしい狙い通りのサッカーをされたと思うんですけど、いかがでしたか。いや、本当に狙い通りのサッカーできたんで、まあ、あとはあの時間帯にやっぱり1点2点、取ってしまえば相手ももっとガクッと落ちたと思うので、まあ、それが今年の課題っていうか、まあ、ずっと課題ですけどね。まあ、切り替えだったり、
まあ、一人一人のなんか球際っていうかボールを奪いに行くっていうところは結構やったんで、まあ、それは今日できたシーンは多かったじゃないですか。まあ、本当にね残念やけれども倉田選手の言葉や宮本監督の言葉を借りると、まあ、ポジティブな部分もたくさんあったと、ね、これを次にねつなげていきたいですよね。なんかつながりそうですけどもね、ここはやっぱり私たちの応援ですよね。一押し一押しポジティブなところを一押ししていきましょうね。そしたらパパンと入ったらはぁってなりますからね。この日はちょっと大変でしたけども、ほらまたパトリックが入ると大きいからそこでねみんな安心できるんですって。やっぱりこういてくれたみたいな。だから次大丈夫ですからね、皆さんね、しっかりこう気持ちを一つにして応援していきましょう。さあ続いては高江玲央選手、この日はインサイドハーフね、もうシュート一緒にもうねこう運動量豊富にやってくれましたね。頑張ってましたよね。それでは高江玲央選手のインタビューです。この4試合ぶりの先発でしたけども、すごく前半頑張らせたプレーだと思うんですけど、いかがですか。まあそうですね、順位も結構上の相手に対して、まあ、今週しっかり、準備できてたんで、まあそういうところはしっかりみんな出せてたのかなと。狙いはどんな感じだったんですか。まあしっかり自分のポジションとかやっぱりシュー君のところが、まあ、守備の部分ではしっかりスイッチ入れれるように、しっかり狙ってそこからまあ、はめていこうっていうところは守備の部分でしっかり、はい、そこはまあ意思疎通できてみんなやれてたのかな。本当にもうあと点が入ればいいところまで行きましたね前半、はい、そうですね、まあ、相手もしっかり体を投げ出して守ってきてたんで、まあ、その部分ではペナルティーエリア内での、まあ、人数の少なさだったり、まあ、点を奪いに行くっていうところはちょっと人数としても足りてなかった部分だったのかなって思う。どんな感じだったんですか。これはその、まあ、攻撃の部分で人数かけていくというところはしっかり監督も求めて、まあ、みんなもまあそこはしっかり そのもっと狙っていこうというところがあったんで、はい、まあ、前半よりかはそこはまあできたのかなというふうには思います。しっかり最後のロスタイムの終わらせ方っていうところは、まあ、これからの課題でもあると思うし、こういう展開っていうのは絶対あると思うので、まあ、しっかりそこはこれからやっていきたいなと思います。監督もポジティブぐらいでいい点がたくさんとおっしゃったんですけど、高橋選手にとってのポジティブな点というのはいかがですか。個人でですかね、まあ、前半結構自分の中でも結構いい入りできたと思うし、まあ、そういうところで、まあ、後半もその前半の勢いっていうのを落とさずに自分としてはもっとやらないといけなかったのかなって思うので、まあ、その前半の部分っていうのはすごくいいアピールができたと思うし、まあ、それをどう課題としてはそこをまあどう続けていくかっていうところは、はい、自身のやっぱりペース配分だったり、まあ、あとは貯めていく、ね、そういった力強いプレーを見せてくれました。これがねどんどん次ジュビロまたホームなので、すごいしっかり勝ち切れるようにやっていきたいと思います。
は誰でしょうか。皆さんに久しぶりにお届けしました、井手口洋介選手です。ね、この日後半36分に高江選手に倒しました。まあ本当に本当に本当に大きな声援で、ね、皆さんが本当に期待して帰ってきてくれてね、嬉しいなという気持ちが伝わってきました。まあ本人もね、こうやって試合に出れたことに意義があるとね話していましたし、ね、次の試合そして天皇杯を頑張ってほしいと思います。あ、天皇杯はもう終わってましたねはい、ということでね、井手口選手これからもねぜひ応援をよろしくお願いいたします。さて続いては福田裕也選手、この日もねとってもとっても頑張っておりました。あの広島のハイネルをね必死でね、そしてやっつけてくれてやり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 ハイネルをしっかり抑えて、そこから起点になったら絶対勝てるからということでね、この試合にね、サンフレッチェ広島戦には臨んでおりました。本当に力強いプレーを見せてくれておりました。さて福田裕也選手なんですけどもね、先々週お届けしておりましたロングインタビューの後半部分をお届けしてまいります。プレーしてはする瞬間ですとか、大好きな倉田選手について、また試合中の宮本監督の指示や、なんと今シーズンに向けてパーソナルでもらっているということですよ。また東福岡高校の先輩の高江怜央選手や、その福岡高校のフォーダーの皆さんにメッセージをいただいております。本当にこの人がね次の試合もやってほしいです。それでは福田裕也選手のロングインタビューをお聞きください。そしてあの福田選手と、そしてあのまああの高江怜央選手、高尾龍選手、こう同じ期にねバンと出て3人でもずっとやったり、あと矢島選手、桑田翔選手のコンビネーションこうプレーしててワクワクする瞬間っていうのはどんな感じなんでしょう。プレーしてやってかけてくれるたらめっちゃ嬉しいですねあの福田選手、あの加入した時からね福田選手を好き打たれましたもんね。めっちゃ好きです、もしどんな声をかけてくれるんですか。いやもうファーストプレー大事やぞみたいな、そこでやれれば絶対大丈夫だからみたいな、なんか嬉しいです筋トレとかも教えてくれるんですよ、で最近一緒やったりとかしてて、めちゃめちゃいいっすね。まだその週の筋トレって結構きついんで、あのついてこれる後輩とついてあったんですけど、もうちゃんと優也はちゃんとやってるって言ってましたけど、しっかりとやったわけですね。でもあれですよ、福田選手、あの倉田選手がやり始めた年齢よりも若いから確かに、もっと強くないかもしれないですね。そうですよ、あの人も目覚めたの遅いですからね。まあまあね、であの体ですからね。ねえすごいっすよね。なんかカンパに帰ってきてくれる時にこうよろけてましたけどね。そうなんですか。今すごいですよね。めちゃめちゃすごいです。おかしませんなとも、なんか福田選手のもう試合中はシュウ君の言いなりですみたいなこと言ってましたけども、結構指示出してくれるんですか。はい、あの倉田選手がもう指示出してくれるわけですか、こう今のところ試合中に。はい、それを参考に。そうですね、はい、これから楽しみですね、コンビネーションね。めっちゃ楽しみです。なんか倉田選手もなんかずっとその同じように遠藤選手とかの中にこう黄金の中盤が入っているときに、いてほしいときにいてくれるとか、いろんな声をかけしてくれてとかいましたけど、今そういう役割をしてくれてはるってことですよね。だと思います。そうだった、はい、最終的なこうプレースタイルっていうのはどこでどんな活躍を。そうですね、やっぱ結果出せる選手です。どんな状況でもチームが苦しいときもいいときも結果を出せる選手になりたいです。宮本監督はどうですか、指導を受けられて。ポジショニングだったりとか、仕掛ける場所とか、揺さぶり方とか、めちゃめちゃなんか参考っていうか、ここでこうしたらみたいなのがあって、めちゃめちゃいいなと思います。今はどんなこう要求が多いんですか。自分はやっぱ仕掛けると
ところだったり、うん、あの仕掛けるバリエーションを増やすところだったり、うん、なんか明日一緒にやるんですけど、うん、そういうところをですね、はい、へえ、もう常さんが相手になってしてくれるんですか。いや、なんか仕掛けのなんかバリエーションを増やす練習めちゃめちゃためになります。これからますますこういろんなね、バリエーションを増やす、はい、福田選手、あのすごいこう試合中の指示とかも一番受けやすいじゃないですか。多いんですか。逆サイドの絞りだとか、うん、まあ、で相手のサイドをハーフにプレッシャーかけるときとか、うん、そういう指示しかないですね基本は、うん、はい、でも森下監督もすごく福田選手のそのこうフィジカルの強さっていうのは素晴らしいって言ってはったんですけど、持って生まれたもんかなって言ったんですけど、もう努力して作り上げられたもんだったんですね。そうやってパーソナルトレーナーさんとかもつけられて、そうですかね、多分そうだと。もともと強い、弱くはなかったです。今そのパーソナルトレーナーさんとかをこうに一番鍛えてもらってるところで どんなところなんですか。まあ、今基礎的なことですね。なんか体の動かし方だったりとか、うん、呼吸とか、うん、なんか立ち方とか、うん、体の土台を作ってる感じですね。それはいつぐらいからされてるんですか。今年の1月ぐらいからですかね。なんかきっかけはあったんですか。きっかけなんだろう、なんかインスタでたまたま DM 見てたらコメント入ってたんで、うん、こういうの興味あったんですよ、もともとやってみたいなみたいな、うん、でたまたま来てたんで、うん、あ やろうと思ってやりました、うん、それがきっかけです。あのいいトレーナーさんです。そうです、はい、よかったです、ね、よかったです。あ、先輩の紹介とかじゃなくて、あ、直感で、直感で一か八かですね。思いっきりあるんですね。で、あの本の方もこうなんかいつもね、福田選手が優しくこう可愛くらしくっていうかこうね、あの答えてくれるのがすごい嬉しいって言ってはったんですけど、あのようやくん高校どこやったっけっていうお決まりの挨拶はあるんですか。東福岡です。結構それは可愛くてもうなんかこう声があのリスナーさんからの東福岡。あ、その東福岡にはね持ってますよねっていう質問も来てるんですけど、まあ、僕はなんで、うん、みんな持ってると思います。あのなんかその練習試合とかがあったら必ず行かれるんですか。あ、ここですか。あ、そうですね、大阪である試合は。あ、すごい。差し入れとかも一応、はい、あ、先輩かっこいいですね。ウィーダーぐらいですね。そうですね。どうですか、その高校時代も一緒にプレーした高江玲央選手と今一緒にまたトップで、ね、はい、こうやってチームを引っ張っていってるっていうのは嬉しいですね、素直に、はい、よくしてずっとよくしてもらってるんで、うん、嬉しいです。期待が高まっておりますけれども、サポーターの皆さんに最後にメッセージをお願いいたします。今からもっともっと良くなると思うし、うん、チームとしても多分絶対良くなるし、うん、まあ最終的に優勝という形でチームに貢献できれば嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。具体的に数字の目標ありますか。得点アシストの公式戦、今シーズン公式戦10得点10アシストって決めてたんですよ自分の中で、うん、はい、まあ、でも公式戦 J3 もあったしまだ1点1アシストなんで、うん、まあ、達成今シーズン達成できるように頑張りたいです。全てあとはトップでね。そうですね、そうします。ありがとうございます。福田裕也選手ね、しっかりトップにね定着しております。すごいですね、東福岡の10番はやっぱりね。そしてなんか10番やのに可愛いですね。もうね、我がリスナーの皆さんの兄さんやもう皆さん可愛い可愛い、男性も女性も可愛い可愛いってありますけど、まあ本当に可愛くって素直で素敵な選手ですけれども、この間見たりハイネルをぶっ潰すみたいなね、いいですね、いいですね、本当にね、まあ本当にね、この後も活躍続けてほしいと思います。公式戦で10得点10アシスト、この後絶対達成してほしいと思います。皆さんね、応援よろしくお願いします。10得点10アシスト知ってくれるんだねとあったら声をかけてあげてください。さあ、それでは福田裕也選手にはリクエストも聞いてきました。そして福田選手、最後にあのお好きな曲を1曲お願いいたします。好きな曲、何だろう、はい、福田選手 の思い出の曲とかでも。あ、ミクロコスモスっていうのが好きです。あ、そうなんですね。
あのそれはどんな曲ですか？どんな曲？いい曲っす。いい曲なんですか？めっちゃいい曲っす。すみません、私ミクロコスモスはあの曲名。そうです。あ、誰の曲？確かベリーグッドマンだったっけな。ああ。なったような気がします。なんかあの以前もベリーグッドマンで言ってたじゃないですか。はい。ありがとうございます。そうか、ずっと好きなんですか？はい、好きです。ずっと聞いてます。じゃあそのインタビューともにおかけします。今日は本当にありがとうございます。それではガンバ大阪福田裕也選手のリクエスト、ベリーグッドマンのミクロコスモスを聴きください。コスモスをお届けしました。なんか福田選手っぽいいい曲でしたね。さてジュビロ磐田戦は18日日曜日午後7時キックオフですね。タートリックね、頑張ってほしいですね。期待してますよ。相手コンちゃんも来ますからね、楽しみですね。皆さん熱い応援よろしくお願いします。ガンバイズム2019、このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。ガンバ大阪の倉田修です。 FM 千里やあみんな 83.7MHz。 それでは1曲お届けします。ビーズでゼロ。